休日の朝ですね。ザナース。いやね、鈴木さんがパスタ作れ言うから。うめえ。ちょっと片付けてね、パスタ。鈴木さんリクエストに応えてパスタを作りますね。よいしょっと。でこれお湯を沸かします。で塩ね。これ安くてね、まあまあいいっすよ。これ200円ぐらいだったね。これね、マンセで売っていた。で本当はね、本当俺この SB のこの塩好きなんですけど、売ってないんですよね。これ結構なんかちょっと高かったんだよね。まあ美味しいんだよねこの塩。それだけど売ってないから、まあしょうがない。代用品200円でこの味だったらもう全然いいかなっていう。なんか SB さんが売ってないせいでね、なんか安い方向へ。まあ安けはいいんじゃないですかね。でお湯を沸かしの使うパスタはね、これなこれね、気に入ってね、よく食うんですよ。安くてね、うまいですね。こんなやつ。は、沸いたらね、麺入れますね。うん、ここら設定。はい、もう沸いたですかね。いいですかね。これまたいいですかね。いいですかね。いちまいますかね。いっぱい茹でて、で冷凍しますかね。おー、入ってけ、入ってけ。パスタですね、いいっすね。休日、まあ休日じゃないんだけどね、夕方ね、仕事があってね、結局ね、毎日今1週間の休みなしですね。しょうがない、休みたいっす。でもまあ休んで何してるかっていうと酒飲んでっからね。もうそれだったらまあ働いてもいいかなと思ったりもするんですけどね。お前らもっと疲れって、本場のイタリアの人こうバキバキねスパゲッティね切っちゃうんだけど、折っちゃうんだけどね、俺あれあんまり好きじゃないんだよね。折りたくないです。あ、なんか早茹でとかってのあるけど、あれ美味しくないね。一回ね試してみたけど、あれは結局ほら穴が入ってるから早く茹だるっていう理屈なんだけどさ、あ、食ったらうまくないね。穴がね、穴がいいっすよ。多少時間かかってもね、うまいものを食おうじゃないか。うまいもん食わないとダメっす、うん、俺のね理論ですね。どっかのほら何かも言うけど、どっかの栄養学の先生が、料理の先生がさ、食べ方は生き方だとかってさ、俺その通りだと思いますよ。
まずいもん食ったらね、やっぱね、元気出ないしね、やる気がね。そうでなくたって俺なんかもう今仕事のやる気なんかもう限りなく 0% に近い。全然働きたくない。毎日毎日働いてもうほんともううんざり、もう休みたい、お休みしたい。前さ、陽子ちゃんと、今俺の周りにね、陽子って人多いんだけど、だけどあのアホの陽子じゃないよ。陽子だよ、陽子ちゃんだよ。と、なんかあ、なんだっけ、キャンプ行こうって何年か前に言ってさ、あ、行こう行こうなんつったけど全然行ってないんでね。今年の夏は休み取ってさ、なんかキャンプ行こうかな、陽子ちゃんと。陽子ちゃん車の免許持ってっから、レンタカーさ借りてさ、いいんじゃないかな。で、今から5分ぐらいかな、4分30秒ぐらいかな、出れますかね。はい、でね、茹でてる間に、茹でている間に、はい、まあ、ちょっとね、やることをやってきますからね。ちょっと高さがどうなんですかね。まあいいでしょう、ザナヤンス。もう夕方仕事があるから、まだね、あの朝なんですよ、午前中ね、まだ10時だから、ガーッと酒飲んで昼寝して、昼寝して、この間あの、ね、作ったキムチね、キムチもね、自分で作った方が絶対にうまいです。簡単だからね、みんな自分で作った方がいいです。キムチなんか買うもんじゃない。もう好評につけないものほとんどないからね。なので、これ継ぎ足しとか、ちょっとね、ポチ多くて甘かったから、豆板醤だけ入れてさ、あの、後で、ちょっとスーパーが開いたら、白菜買ってきて作るの。ニンニクも芽が出てきちゃって、玉ねぎも芽出てきちゃうんです。だから仕事毎日してるとね、料理作んないからね、こういう事態になるんですね。部屋も汚いしね、いやもう超毎日休みないな。かろうじてね、今日天気いいから布団干してきましたね。布団にね、ビールこぼしちゃったから、しょうがないんだよ、これさ。あれれれれって、まあ、そうやってビールをこぼしたりね、なんだかね、なんかね、タレ、醤油がこぼれたりして、ようやく俺のものになっていきます。ニンニクをね、入れて、あとでね、白菜足しましょう。ビールいっぱいで、あ、ニンニクいいね、これ。これはね、これスペインのやつかな。スペインのやつ100円でね、辛くていいですね。よっ。ああ、いいね、ニンニク。俺ね、明日デートできないから。あ、明日、陽子ちゃんと、あれだ、新宿のホルモン屋行こうとかってさ。まあいっか、最後ホルモンの焼き肉食うんだったら、ニンニク臭くても分
かんなくなるだろう。今新宿三丁目あたりも外国人だらけなんだね、観光客でね、インバウンドとかね。だからもうコロナなんかもうね関係ないっすよ。ちゅうことでそのバーでね、あの外国人とさカラオケして遊んでんねん。面白いんだよこれ。やっぱね、あのエネルギーがね、日本人はもうエネルギーがなんかもうあんまりもうなくなってしまったね。ああいう外国人とね遊んでると、ああ日本人って元気ねえなって、ね、あの思いますね。やっぱ鈴木さんもね、イランの人だけど、あった。やっぱバイタリティあるしね。まちって、ということで、いや、意外と早い。喋っていく。だなぁ、このやる気のなさがすごいね。休日料理というのは休日じゃないんだけどね、ないんですよ。でも休日だっていうことでね、自分を慰めてるんですよ。昼寝したら次の日だっていうイメージでね働こうと思ってますね。で働いてますね。働きたくないっつって、それで仕事に行かないと、それを何回も繰り返すとね、もう病気の範疇ですね。そうだけど俺はね、死のこの言いながらね、仕事休むことなく行ってんですよ。っていうことはね、病気じゃないんだよね、アル中でもないんですよ。暴れないし、それで第三者に迷惑かけるようになってたらね、そうしたらね、あの病気の範疇になりますね。鈴木さんはイスラムの人だから酒飲まないですね。あの、なんか戒律が厳しいですよね。そのね、イスラムのね、人らがね。豚肉食わないとかさ。だからやっぱね、なんつうんですかね。そんなこと言うとなんか言われると思うんだよな。日本の人とね、なんかデートしようとか全然思わないですね。あ、タチアナにしたってロシア人でしょ。それね、まあ陽子ちゃん久しぶりに日本人と一緒にね、日本人とデートするんだけど、明日日本人に魅力感じないね。なんと言ったらいいんだろうかな。一言で知性の問題ですかね。あれね、知性の低い人とね酒飲んでも面白くないもん、なんとも。よっほっ。で、どういう風になったかっていうと、こんな感じですかね。よっほっ。こんなんじゃないですか、こんなんじゃないですか。これは、これから食おう。食おうじゃないかね。もうちょっと食うか。こっちは、あれだ。冷凍にしますね。こいつを食おうじゃないか。で、オリーブオイル入れますけどね。オリーブオイルこれ、もうあんまないな。まあ、これまあ、安くて。あ、本当はね、こっちが好きなんだけど、ないね。ない。なら、
エンプティーガーデン。エンプティーですね。はい。ということで、こいつをこうじゃないか。ね。で、食うので、これ玉ねぎ芽出ちゃったからさ、食わないとだから、ね、ちょっと食いましょう、これ。ね。玉ねぎを食いましょう、っと。はということで、このままな。ニンニクたっぷりですね。ニンニク。いや、入れてしまえ。いや、まあ。かまへん。炒めりゃ匂いもね、緩和するし、生じゃなきゃね。いや、玉ねぎのね、芽ですね。玉ねぎね、芽が入っちゃったね。本当は玉ねぎね、入れないんだけどね、食べないとさ、どんどん育っちゃうからさ。で、そうですね。前は料理しながら映画の話してたよね。もう今日はね、そうね、ここ 2,3 年ね、私のとても最大の関心事についてちょっと話すとですね、関心というか勉強っていうかね、あ、量子力学って超弦理論ですね。難しいよ、これは。難しいんだけど、勉強すればするほどね、わけわかんない。これから話するのはね、とてもね、怪しい話を俺はこれからするんですけど。でもね、まあ、なんて言ったらいいんだろう、人類が多分生まれてね、何千年もね、どっかのじいさんばあさんだからね、この怪しい話をし続けてきたんだと思うんだけどさ、要はね、死後の世界とかさ、霊魂とか、そういう話ですよ、神とかさ。それがね、超弦理論とか、量子力学はそれに近づいてるんですよ。本当かよっていうね、話なんだけど、ゼロポイントフィールドっていうのが見つかったらしいって言った。見つかったのあれ、なんだけど、それがね、どういうことかっていうと、簡単に説明するよ、簡単にね。つまりね、人間の意識、これ玉ねぎ粉ない、普通入れないんだけどね、だからさっきも言ったけど、芽出ちゃったから、食わなきゃだからさ。食おうよ。で、人間の意識っていうのが、永遠に残るんだって。その、誰もが残るんだってさ。それがね、なんかこう、もうほんとざっくり簡単に話するんだけど、ほら、ブラックホールみたいなのがあって、そこにね、人間の意識がこう固まってるんだってさ。それでね、情報交換をしてるんだってさ。仮説なの、あれ。まだ見つかってないの、あれ。どうなんだろう。あれ、ブラックホールは、の周りに全ての情報が記録されてるっていうのは見つかったらしいんだよね。で、つまり、どういうことかっていうと、死は存在しないってさ、東京大学の先生がさ、出してる 本でね、仮説なんですよ。だから俺最初さ、ほら、大学 の先生は、救急救命の研究者みたいなさ、医者だから、救急救命ってみんなほら、死んでいくじゃん。多いわけだよ。だから、そういうふうに思わないとさ、仕事やってらんねえんじゃないかなって思ったんだよ、最初はね。
そうだけどもうそうじゃないと、もう死は存在しない、意識は、人間の意識は永遠に残るんだって言うんだよね。いやー、だそれってさ、はっきり言ってなんか迷惑な話なんですけどね。なんか俺なんかもう本当に何にもね、何にもなくなってしまいたいんで、もうね、ひとかけらのね、灰にもね、もうなりたくないの。もう塵、もうカス、もう何にもなくなってしまいたいんです、私はね。なんか残るのかって嫌だなって。まあ、まあそんなことどうでもいいんだけど、つまりはね、あの世があるかどうかっていうのは物理学の見地からひょっとするとあと何十年か後に見つかるかもしれないんだよね。そのビッグバンが起きて、宇宙でビッグバンが起きて、宇宙が誕生するまでのプロセスはもう解明されてるんだよね。それだけど、あ、大事なのいるの。そのビッグバンが起こる瞬間まではのことはまだ分かってない、分かってないんですよ。で、あ、やべえ、バターなかった。あ、あるあるある。で、そのビッグバン、何にもない真空で大爆発なんか起こるわけねえだろう。これホーキングね、ホーキングはいやいやいやって、ビッグバン、真空でも、素粒子、さまざま素粒子がもう飛び交ってっから、そういうことは起こり得るんだ、っていうわけね。ホーキングはほら、ああいうね、ハンディキャップを持った人だから、神の存在って、だから信じねえんだろうって俺思うんだよね。ふざけんなよって。神がいたら俺をこんな体にするか、ボケっていうふうに思ってんじゃないかなって。ああ、すげえいいんだよ。バター投入しました。んで、いやいやいやって、それを反論するのは、いや、そんなね、何にもないところでね、大爆発なんか起こるわけねえだろうと。ただでさえさ、宇宙なんか膨大なマザーコンピューターなんだから、こんなものをね、偶然できるわけがないだろうと。そこにはね、絶対的な意志が存在したんだと、宇宙に。で、それは神だって言うんだよ。いや、それでさっき話したゼロポイントフィールドは、そのビッグバンの中にあったりするんじゃなくて、ゼロポイントフィールドの中にビッグバンがあるんだって。そのゼロポイントフィールドっていうのは、宇宙の彼方にあるんじゃなくて、俺たちの空間のこの辺にこうあったりするんだよ。らしいのね。いやー、それがね、量子力学、超弦理論ですよ、今の。これさ、面白くない？っていうか、なんでみんな勉強しないんだろうって俺は思うんだね。だってさ、みんな死ぬじゃん。ここしか言えない。それさ、勉強しないでどうすんの？だってこれから死への旅路じゃん？ね、みんな行くんですよ、そこへ。俺さ、だ将来のためですよ。勉強しないで、塩コショウですね。勉強しないで、よくいられるね、君たちはって。俺は思うんだけどね。どうなんでしょう。私が間違っているんでしょうか。はい、出来上がった。
簡単でしょ、鈴木さん。ほら、もうね、出来上がっちゃうんですよ、これね。はぁ、もう玉ねぎ入れてよかったんじゃないかな。なんかいい匂いですよ、そこは。あ、換気扇つけるの忘れた。まあ、いいやもう。ね、これでいっか。これでいっか。こいつに入れちゃいますかね。電気はね、電気鍋危ないからね、いつも元栓を切るのはね、あの癖にしてますね、うん、いい癖だと思いますね。いや、あ、入れ。いや、そう、どうだ。そう、俺のうちの火力はね、これと電子レンジしかないんで。うわ、マジか。これね、玉ねぎ入れてよかったかも。すげえいい匂い。もう、あやこさん食えないですね。うちんとこのね、職場のあやこさんはね、ネギ嫌いだから。血ドロドロになって死ぬんだよ。かわいそうに。何枚だ。何枚だ。でさ、死ぬんだよ。そうそうそう。ゼロポイントフィールドね。で、エジソンが、あの、ほら、物質がなくなっても、エネルギーがそこに残ると。だから、あの、人間がなくなっても、何がしかのエネルギーがそこに残るはずだ。で、生涯かけて、あの、霊界と通信するラジオのね、研究してたんだ、エジソンね。結局そんなラジオなんかできなかったんだけどさ。いや、はい、でもほら、あとはなんかね、あのロマンチックなね、あの今そんな人いないのかな、ロマンチックな女子大生ね、かつて言ったね、そういう人たちが大好きなね、ユングね、あの精神分析のユングですけど、ユングはね、あの直感タイプは霊界と通じる特別な優秀な人だっていう風な解釈をしててね、 あれもね、あのそのユング、 C.G. ユングですよの、あの霊界信者だよね。で、だからね、よくわかんないんだよ。だからユングの研究の本って毎年みたいに出版されるでしょ。あれね、なんであんなに研究分析の本が出てるかちょっとね、よくわかんないからね。霊界とかね、そう、そういうのがね、あるのかどうかですよ。で、これね、ツナじゃないのよ、これカツオだったね。で、これがね、いいっすよ、これね。さあ、いってくれ。これもね、オリーブオイル漬けだから、オリーブオイルっすよ。いや、いや、いや、うん、じゃあパセパセパセ、はい、ここなんですかね。好みであれしたらいいな。
さ一回これでも塩コショウサラサラっとね、あんまり食べちゃったらなっちゃう。これとこれ好みでさ、マヨネーズかけたりしてさ、いいんじゃない。はい、出来上がりどうですか鈴木さん。これがね、なんか大沼シェフのねパスタですね。はい、ご視聴ありがとうございました。で、そうそうそう、その霊界ね、あるのかね、ちょっとロマンチックな話でしょ。だから最近のね、学説、仮説ですね、まだ立証はされてないでしょ。うまっ、うん、うん、やべえうめえ、これやべえやつだ、うん、みんなね、炒めつやなんかね、いっちゃダメっすよ。自分で作ったのはね、絶対安いし、うまい。お試しください。どうも、明日。